紫しめじは南米を除く世界中に分布する短子菌の一種。日本では地域差があり、晩秋の10月下旬から12月上旬、主に落葉広葉樹林などに列状、または塩庫を描いて発生する。落葉を白色普及する落葉分解菌のキノコ。菌子層は落葉層の荒腐食層部分に広がり、菌根は形成しない。個実体は、 金子層の円から10から15センチメートル内部に発生する。毎年ほぼ同じ位置に小実体以下発生するが、1年で1メートル程度移動する。傘は初期には、まんじゅう型で後には平らに開く。初期の色は美しい紫色だが、傘が開くと徐々に色あせ、開白色や泡かし色になる。断面も紫色。ひだも傘と同じで、 初期の色は美しい紫色であるが後に色あせて開白色になる。ヒガの並び方は蜜で柄に完成する。柄は傘とほぼ同色かやや単色で表面は繊維状。柄の根元は膨らんでいるが成長すると膨らみは少なくなる。禁煙種に小紫しめじがある。名前の似ている犬紫しめじはどうか茅竹た属に属する。味。 歯触りもに優れ、煮物、鍋物、吸い物等に幅広く用いられる。若干の土臭さがあり、人により好き嫌いが分かれる。生殖は中毒を起こすとの報告がある。ヨーロッパでは古くから食用にされ、栽培も行われている。落葉分解菌であるので原木栽培はされず、日本では一部で菌床栽培が行われるが、えのきタケ なめこのような空調管理型の栽培は行われず、林間栽培や菌床を伏せ込んで復土する野外栽培がされる。菌床は一機材には、バーク堆肥、または、腐葉土を利用し、増量材として、もみ殻、廃保だ、紅葉樹をが、粉鬼から3割加える。栄養材は米ぬか、またはふすまを用いる。ありがとうございます。